大阪桐蔭が三本塁打など長打で圧倒、部位候補同士の宇宙の一戦を制す、コウコールド。東海大菅生に、無情の雨、8回途中で、無念のコールド敗戦を大阪桐蔭に敗れる。選抜準部位の名豊が、初戦敗退仙台松戸のプロ注目、深沢に6安打完封負け、第103回全国高校野球選手権大会第4回1回戦。 仙台松戸6-0名裕高16日甲子園。選抜準優勝の競合名裕高大分が仙台松戸千葉に敗れ初戦で姿を消した。名裕高の初戦敗退は6年ぶり仙台松戸のプロ注目右腕深沢の前に打線が沈黙11三振を喫し6安打で完封された。選抜準部以降の初戦敗退は2018年の 千弁和歌山以来となった、大阪桐蔭が三本塁打など長打で圧倒、部位候補同士の宇宙の一戦を制す、コウコールド、第103回全国高校野球選手権大会第5日1回戦、大阪桐蔭7-4東海大菅生イコール8回、表一市コウコールイコール、17日、甲子園、優勝候補同士の対戦となった1回戦屈指の、コーカードは、雨が降り続け、 グラウンドがぬかるむ、悪コンディションの中で強行された。大阪桐蔭、大阪が3本塁打など長打で得点を重ね、東海大菅を、西東京を振り切った。初回西二塁から4番、花田のバックスクリーンへの豪快な2ランで先制した。大阪桐蔭は3回にも2番、藤原、5番、前田と2本のソロ本塁打が飛び出し、リードを広げた。5回に2本の二塁打で1点。 一点差に迫られた七回には、代打、田地下の右越え2.2塁打で突き放した。東海大菅生は二点を追う二回、西から金谷が、左前安打で出塁。続く桜井の右前安打を守備がもたつく間に一塁から、一気にホームインし、一点。七回には、堀町の二点的地打などで三点を返した。さらに八回一死一。 二類としたところで中断、そのまま非常のコールドゲームとなった。今春の選抜で、智弁学園、奈良に、初戦敗退した大阪党員にとって、夏は、ネオ、現中日、藤原、現ロッテラを用して春夏連覇した2018年、以来の出場。まずは、初戦の壁を突破し、三年ぶり六度目の夏の頂点を、目指す。選抜順部位の名豊が、 初戦敗退仙台松戸のプロ注目、深沢に6安打完封負け。第103回全国高校野球選手権大会第4回1回戦、仙台松戸6-0名裕高、16日、甲子園、選抜準優勝の競合、名裕高、大分が、仙台松戸、千葉に敗れ、初戦で姿を消した。名裕の初戦敗退は6年ぶり。仙台松戸のプロ注目 深沢の前に打線が沈黙。11三振を喫し、6安打で完封された。選抜準備以降の初戦敗退は2018年の、智弁和歌山以来となった。東海大菅生に、無情の雨、8回途中で、無念のコールド敗戦大阪桐蔭に敗れる。17日全国高校野球選手権1回戦、大阪桐蔭7-4東海大、菅生。大阪桐蔭が八回表。 コールコールドで東海大菅生を下した。選抜8強の東海大菅生は、背番号10の桜井海里投手、3年が先発登板。西東京を AS 本田俊也投手、3年と2枚看板で戦ってきた左腕は、1回に4番の花田に、バックスクリーンに先制イランを浴び、4回にもソロ2本を打たれて3。 被弾で4失点。甘くなったスライダーでかわしてを通打された。東海大菅は、2回西一塁で、桜井の右前に落ちたヒットが失策を誘って一塁走者が、生還した。小雨の中で始まった試合は5回ゴールから、雨が強くなり、本田が2度までもマウンドで足を滑らして転ぶ。悪コンディション。内野に、水が光るようになった7回。本田の右翼戦。 タイムリー二塁打から二支球で満塁とし打線のキーマンの3番、堀町沖映外野手、3年の偶然ん二塁打で1点差に追いついた。この回の攻撃が終わったところで試合は成立していた。